回は知識共有プラットフォームブレインより10日で売り上げが2倍になった簡単に使えて一生使えるマーケティング方法をご紹介します。ノウハウを買いまくり、テクニックはたくさん知ってるけど使いこなせていない方、こちらの教材で解決できちゃいます。例えば野球、どんなにいいバットを持っていても、どんなにバットの振り方の知識が頭に入っていても、それを使いこなす体力や筋力がないとうまくバットを振れませんよね。体作りという基礎をないがしろにしては結果が出ないんです。ノウハウやテクニックをたくさん知っているのに結果が思うように出ないっていうのはそれと同じ状態なんです。この教材では物やコンテンツを売るための基礎であるマーケティングについて人間心理の観点から教えてくれています。マーケティング力を鍛えるとテクニックを駆使できるようになり、今まで学んできたものが無駄になりません。さらに個人的にはこちらの教材の最大の魅力だと思っているんですが、人間心理についてちゃんと解説してくれているんですよ。人はどうしたら買いたいと思ってしまうのか、その理由がちゃんとあって、それをもとにだからこれをやりましょうと全部教えてくれています。これが分かると面白いのが、小手先のテクニック一つとっても、あ、これは人間のこういう心理に訴えかけてるんだなっていうのが見えてくるんですよ。そうなると世の中の販売活動が全部勉強になるし、自分が何か販売する時にも応用が効きますよね。一朝一夕で身につくものではないかもしれませんが、じっくりと腰を据えて取り組むだけの一生ものの価値があると思います。特典に1ヶ月の無料サポートがついています。すでに販売するものがある方はこちらで学んで、その内容をもとに戦略を立てて、この教材を作成されたシンさんとすり合わせをすると、より売上アップに直結する学びになるんじゃないかと思います。ノウハウやテクニックをたくさん知っているのに結果が思うように出ない方は、こちらの教材で基礎を鍛えてみるといいかもしれません。概要欄にリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。